皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日はですね、ずっと気になってた商品を提供していただきまして、試してみて、あ、皆さんに勧めたいなと思ったので、そちら紹介していきたいと思います。はい、何かというと、こちら D フリーっていう商品になります。ご存知ですか、 D フリー。私は HCR 初めて 3,4 年前にいた時にこの D フリーを知って、あ、やってみたい、つけてみたい、試してみたいって思った商品なんです。何かというと、そのトイレのタイミングを体に貼るだけで教えてくれるアプリで、膀胱にどれだけ量が溜まってるかっていうのが分かるという製品なんです。すごくない？私は排泄障害を負っているので、トイレ感覚というのが分かりません。なので時間で管理してトイレに行くんですけど、それでも漏れてる時っていうのがあるので、アプリで管理できてどれだけ溜まってるか分かったら、その尿の排泄の失敗っていうのも少なくなってくるんじゃないかなと思って実際やってみました。私が特別っていうだけではなくて、 D フリーさんちょっと試してみたいなっていう方は、1週間の無料のお試しプラス一緒に Zoom でアドバイスっていうのがついてますので、ぜひそちらやってみてほしいなと思うんですけど、まずこういった D フリーの本体と、あとアタッチメントがきます。ここにこういったジェルもついてくるので、ジェルを塗って、でアタッチメントに装着をします。こんな感じで、こんな風になるんですね。で、本当はここフィルム取るんですけど、フィルム取ったという体で、こちら模型ですが、ここに膀胱があるんです。ここ膀胱に対してちゃんとこの直線上の位置に貼れるようにするっていうのが、まあちょっと若干大変なんですが、だいたい恥骨ここら辺にこういう風に貼ります。ただ初めてこれやった時に、本当にやっぱこのシワにならないように貼ってくださいね、しっかり密着した状態で貼ってくださいねって言われたんですが、どうしてもやりにくいし難しかったんです。シワシワになるし、で導入するたびにこのテープが剥がれちゃって、アプリで管理するっていうことが初めはできませんでした。ですが、まあ、さっきも言ったように無料でそういったアドバイスとか相談ができるサポートっていうのが受けれるので、でなんかうまくできなかったんですよねっていう話をしたら、じゃあこのアタッチメントは使わないで、こういった普通のテープあるじゃないですか、いろいろガーゼとか留めたりする時のテープでこうやってくっつけて、その上からこのテープでビーってビーって留めるっていうのをやったら、うまく測れるようになりまして、実際ちゃんとアプリで数値が出るようになって、今これくらい溜まってんだな、じゃあそろそろトイレ行かなきゃいけないなっていうのができるようになりました。実際そのトイレの不安っていうのはずっと抱えている中で、やっぱこれくらい溜まってるんだっていう風な数値化されると焦らなくていいというか、トイレのストレスっていうのが少しなくなるなと感じました。ただ 5,6 年くらいその排泄の管理を自分でしてきた分、私は3時間に1回行けばいいっていう風にもう決めてたんですね。で、実際アプリを見ても半分くらいの量で通知来るように設定してたんですが、やっぱ3時間に1回くらいが私の、その半分までの容量に達するっていうのが、まあ、このアプリで知ることもできて、あ、もうそれでいいじゃん、やっぱり3時間に1回、例えばちょっといっぱいご飯食べたな、飲み物飲んだなってなったら2時間に1回、または1時間に1回2回行けばいいかなっていうのを改めて、あ、これで良かったんだなっていうのをこの D フリーで分かりました。でもまだまだそのトイレの管理っていうのができてないっていう人に対しては、まずこの D フリーを使って、あ、自分ってこれくらいの速さで溜まるんだなとか、これくらい溜まると漏れるんだなっていうのを知れるいい、あの製品なのかなというふうに思いました。なのでリハビリ病院とかにあって、
みんなが練習で使えるようになったらいいななんて個人的には思いましたし、あとは当事者、使う本人ではなくてご家族の方ですね、お子さんとか、まあ、介護をされてる人たちもやっぱなかなかこう自分でトイレの時間ですよって言えない方もいるじゃないですか。だからそういう人たちにこれを貼っておくことで、サポートする側、介護する側がアプリで、あ、今トイレの時間だわとかっていうので一緒にトイレに行けるっていうことがあると思いますし、私の方にもこう DM 来るんですけど、まだ小さいお子さんでこれから自己導入を自分でするです、そういった練習するんです、でもなかなかうまくできなくてっていう人たちがいらっしゃいます。だからそういう人たちもお子さんと一緒に、あ、だいたい3時間くらい経つとこれくらい溜まってるんだねっていうのを自分の体をね知れるようなきっかけになるのがこの D フリーかなというふうに思います。普段こう積損の、まあ、女性、排泄障害を負ってる女性の例えばユーザーさんのインタビューだと、もともとやっぱり3時間から4時間おきに導入してるけど、その飲食の内容とか仕事が忙しくて行くタイミングを失うと漏れてしまったり、なんか調整するのが難しい、無駄に行かなきゃ行かなきゃって思って、行かなくてもいいのにちょっとしか溜まってないのに1時間に1回とか行っちゃうっていう、そういったストレスがあったけど、でも D フリーを使うことによってやっぱ尿の溜まり具合が見える化できるので、時間を決めてではなくてアプリの通知、これくらい溜まりましたよ、今行く時間ですよっていう風なのが来たら行けばいいっていうので、ちょっとストレスがなくなったと。いっぱい溜めれる人っているんですよね。私はどうしてももう3時間4時間くらいになっちゃうと絶対漏れてるんですけど、ずっと溜めれるタイプの人もいるんですよ。だそういう人たちは逆に行かない、もう溜めちゃってるのが慣れになってるから逆に行かないんだけど、それが尿路感染、膀胱炎を引き起こす原因にどうしてもなるんですね。だからそういった人たちに対してももう見える化して、今行く時間だよ、もうこれだけ溜まってんだよっていう風にすると、尿路感染のリスク、膀胱炎のリスクっていうのを抑えられると思いますし、逆にその心配しすぎていっぱい行っちゃう人、いっぱい行っちゃう人も何回もどうしてもカテーテルの出し入れがあるので、それも尿路感染を引き起こすその確率って上がっちゃうんですね。だからそういった方々も無駄に行かなくていい、見える化することで無駄に行かなくていいっていうのがこの D フリーで叶えられるのかなというふうに思います。どうしてもね、価格の問題になると思うんです。価格の問題もあるし、その付け方、やり方っていうのも自分じゃできないとかうまくできないっていう人たちもいると思います。装着に関してはやっぱりさっき言ったように、このアタッチメントがどうしてもこの車椅子ユーザーさんにとってはちょっと貼り付けにくいかなと個人的には思っているんですね。それを相談したところ、今車椅子ユーザーさん向けにもうちょっと貼りやすいものをこう開発してる、考えてるっていうことなので、だからこそお試し1週間無料サポート付きっていう素晴らしいプランがありますので、それをまず試していただいて、あ、なんかいいかも、測れるし、そのトイレの悩みっていうのが少し減ったかもって思ったら購入っていうことをすればいいのかなというふうに思います。なかなかこういうのって試せるタイミングって特にね、その体の中というか服の中、直接体に触るもの、しかもこういった下部に貼るものだから無料体験させてもらえるって、私は結構貴重な商品だなって思うんです。なので皆さん一回まずは試してみて、自分のトイレこういう膀胱容量なんだなとか、自分これくらいになるとどうしても漏れるんだなっていうのを改めて知れるものでもありますし、こういう風な管理の仕方があるんだっていう新しい管理の仕方もできるっていうのがこの D フリーだと思います。以前ね、見た時はもっと大きかったから、本当にこれくらい小さくなっているのに測れるんだ、数値わかるんだっていう、その企業努力に私はとても感銘いたしました。はい、ではこの D フリー多分知ってる人も多いかなと思うんですけど、試したことないっていう人が多いと思うんです。
だからこそ今回のこの動画をきっかけにまず試してみて、皆さんのその尿の管理っていうのがより良いものになってくれたらいいなと、過ごしやすいストレスのない排泄の管理ができるようになってくれたらいいなというふうに思います。じゃあお試ししたいなっていう方は概要欄にホームページの URL 貼っておきますので、そちらから無料のお試しのお申し込みをしてください。そうすると、まあ、私がいただいたようなこういったキットが届くので、ぜひ試してみてください。はい、ということでこの動画がためになったなぁと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。